どうも手越優也です。今日も手越ゲームハウスへようこそ。というわけで、大好きなゲームバロラントやっていきたいと思います。 MC ペンギンズのぶお。どうもペンギンズののぶおです。よろしく今日も。でも今日はね、そうですよ、心強い、めちゃくちゃ心強い方、なんならこのカメラ回る前にもいろいろね、そうそう、教えていただいて、はい、今から来る先生が、うん、手元見れば、うん、エイムのねアドバイスできるっていうので、あの手越しや手元カメラ入って急遽ね、急遽手元カメラを作っていただいて、本当にスタッフさんに感謝しなさいよ。本当よ、ありがたいです。臨機応変に動いてくれたんで、はい、うん、はい、ということで今回はですね、ゲストの武井寺さんと一緒に、うん、バロラントプレイしていきたいと思います。お願いします。武井寺です。うん、一緒にできるんですよ。ただ、はい、ノブちゃん一緒にプレイするでしょ、はい、レディアント入ってきたら敵クソ強いぞ。それだから上の人に引っ張られる、とんでもねえぞ。多分さっきも竹井さん言ってたけど、そのランク帯の人と少しでもできるようにちょっとずつなれば、うん、今の俺らのランク帯なんて余裕になりますから、うん、だから今日は刺激を受けるか、そう、心折れるかどっちかの回です。そう、折れる何もできないっていうね。それやっぱ全然違いますよね。でもさ、懐かしくない、はい、俺らもこのゲームハウスで初めてバロラントに触れた頃は何もできなかったよ。できなかった。敵見えた瞬間にキルされるっていう状態だと今そうじゃないわけじゃん。基本真下向いてたしね。そ、うん、そう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 。アイテム拾おうとする、そうそうそう、ね、別のゲームみたいな感じでやってましたもんね、はい、ちょっと頼みますよ武井さん。任せてください。自分が倒されたら手越さんの腕じゃなくて、はい、手見ます。お願いします。倒されたら手カメラが、多分敵これめっちゃネオンで走ってくるかもしれないんで、怖い、注意してください。はい、気づいたら怒ります。そんなそんなことある。呪音の言い方だけどね。ホラーの、あー、映画来ますね。映画来ますね。早そう、早そう。カーテンもできました。うん、カーテンも来ましたね。竹井さん、まだなんかまだミッド側にいるかもしれないです。ほう。いないな。あ、来ましたね。うん、いる。あ、います。上に乗ってます。ネオンが。ネオン、ネオンいる。リコン撃ちます。なんだこの壁。壁が。やだそう、こっち、ここいます、ここいます。はい。これです。はい、やりました。ナイスです。よし。いやね、ちゃんと手越さん、目、あの、フラッシュ買ってるのめちゃくちゃいいですね。あ、ありがとうございます。でも逆にもう敵を倒すことだけ集中すればいいと思うんで、はい、ランクとかは買わなくても大丈夫。だからです。ナイス。ピストルランド。ゾクゾクする。ピストルランド買わない方がいいですか。んピストルランドはあの、はい、デバウアーって言って回復するやつだけでも絶対大丈夫です、はい、あ、リアいらないですね。あの、自分が回復して 150HP 取っちゃったら、はいはい、本当に差がすごいんで、このゲーム、はいはいはい、もう余裕で全部倒せます。なるほど。でもフルパーティーとかだったら全然勝ってもいいかもしれない。はい。あ、で足音聞こえます。いないの。引いたかな。あ、リコン飛んできました。ナイス。やべやべ、サイトの上います。 あとサイトの上います。はい、了解。うわ、壁の後ろ。はい、動き早っ。ネオン逃げます。いやー、ごめん。あー、ごめんなさい。強っ。ナイス。いい、間に合う。ナイス。来た。おい、聖地ごめん、あのダメージをすいません、ダメージを言おうと思ったらそんな余裕はなくて、ただ名前だけなんか名前だけ入れちゃいました。
とはそのレイナとかは、はい、のぼうさんにここら辺とかこっちとかにリーコン打ってもらって、はい、ほうほうほう、あのキルの敵を倒すラインをまず1回目ここからここからこっちを除くラインにして、2回目のラインをここにして、3回目サイト中っていうことにすると3段階で敵に打ち合えて勝ったらもう勝ちなので。なるほどね。なんかとにかく前で前に前に行って敵を倒すイメージが、はい、一番上達が早くなります。レイナの了解です。いました、ネオン来てます。あ、2人いる。3人いますね、うん、こっち行っちゃいましょうか。違う、歩いて裏取りましょう。ドローン流してます。あ、いる、もうすぐいる。設置してるな。スパイクを設置。野郷さん適当にスキル入れちゃって大丈夫ですよ。はい。あ、ごめんなさい、ネオンがにやられてる。多分ここ来ます。はい、敵が全員サイトの中にいる。ナイス、強い。ナイス。いやー、ごめん。早く。あ、いやー、惜しい。あー、惜しい。ナイスライ。惜しい。ナイストライ。ナイスワンですよ、おっさん。自分じゃちょっと敵を目の前で倒してきてみます。頼もしい。めっちゃいいリーコンですこれ。やったお、ナイス。うわあ、強っ。40カット。3人いますね。3人取ります。あー、くそー、惜しい、惜しい、惜しい。ナイス、いやナイスワン。ごめんなさい、多分敵のネオンだけちょっと強いかもしれないです。ネオンだけイモータルぐらいかもしれない。なるほど、へえ。使ってみます。あれです。これ強いです。ん？好きにはさせない。シェリちゃん。フェイクが一番いいです。これ無限は。あ、これまた行きますね。いや、これ行きます。ミッド抜けてくるかな、これ。ここにいます。ナイスドローンの開始です。え、食達うまくないですか。うまいですか。うまいです。ここに来たんで。ちょうど。ミッド抜けてくるかな、これ。うわ、痛い。ミッド一人いるっぽいですね。抜けてきそうだよな。はい、そこにいました。上に乗ってます。二人。あ、やべ。A でキャリアダウン。いやー、上か。くう、わー、ごめんなさい。あと30秒。ここよ、敵が。あー、すごい。うーおい、すごー、ナイスラウンド。ナイスプロだ。
死の音色が響き渡っている。あなたたちにも聞こえるでしょう。もしかしてでもこれ手首の方あんま見れないかもしれないですけど。あ、忘れてた。のぶちゃん、はい、やるよ。はい、いや、やってるよ。あ、やってるよ。二段階のやつ。よいしょ。あ、また来てますね。はい、いや、もうすごい来てる。ナイス。仲間は死なせない。うわ、引っかかった。ようこそ私の世界。うわ、切る。あ、ごめんなさい、相場が入ってきてますもん。空上完了。あ、もう足ります。ここ、いやー、よし。ネオン、明らかにネオンだけレベル違いますね。うん、喧嘩は買うまでだ。あ、違う。これ自分がこの武器あげます。のぼうさんもこれあげますよ。あ、いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。映画は戦ってみましょう。はい。はい。いつもここに寄ってきますね、オンダ。はい。めっちゃショットしてます。うん。早いんだよな。お遊びはここまでだ。ナイスワン。近いです。いやー、ネオン強い、ネオン強い。ノブちゃんやるよ。はい、やってよ。ナイスワン。アルティメットいけるぞ。あー、2人。ナイスファイです。集中すると言葉減りますよね、口数が。そうなんですよ、いつもそう。じゃちょっとドローンのさせたらウルト打ちます。了解です。はい、さあ行け。あれ、あれ来ない。あ、来てない。こんな時に限って。これはもう B に敵確認。これもう B 側を走っちゃっていいかも。はい、キャリアダウン。ちょっと上にいるのこれ。強い強い強い。ナイスじゃん。敵全員ビーコンいます。うわー、びっくりした。びっくりした。たまにあるホラーのやつ。スパイクを設置。あ、やべえ。うわー、倒した敵残り。ナイスワン。ナイス、ナイス。あ、こういうこともできるんだ。すごいな。でもこのレベル帯でもうでも3キル5キルしてるのは全然めちゃくちゃいい方ですよ。できない人ずっと0キルで終わっちゃうんで。そうなんだ。これでめちゃくちゃいい方だと思います。来い、こっち来い。あれ、いない。またBか。またBだ。あれ、笑顔に変わってきた。なんか足音聞こえたような。あれ、いや、うめえねえよマジで。あの姿ね。うわ、強っ。うわ、あった。うわ、うまい。おお、挟まってます。うわ、ここだ。フォーバーウルトあるので、はい、あー、怖い。ミッドにリーコン来た。あー、やばい。でも言いました。ここに。お、ダメだ。全然ダメだ。ミッドいますね、敵。あ、言いました。危ねえ。ナイスワン。いや、ごめん。
あ、ラス取りが左に、はい、遠いと後ろですね、これ最後の一人だ。あと30秒。うわー、勉強になる。俺、今スパイク入れようとしちゃった。プロでも結構あるんです、そういう。いや、今普通に、普通に間違えました。珍しい一面が。のぼうさん武器あげますよ、これ。あ、いいですか。わ、ありがとうございます。いただきます。絶対行きます。あ、こっち来てます。A だな。うわ、やっちゃった。目を奪う。あー、やば。いやー。くぅ。ラブちゃん。頑張った。ね、ネオン、ナムちゃん。その声は。お、これは。わあ、怖い。惜しい。惜しい。めっちゃ惜しい。怖いネオン。前半最終ラウンド。いい気そうですね。ミッドも注意してください。ミッドですね。そうですね。いや、うわ、くそ。ようこそ私の世界へ。弾は死なせない。ああ、頭にきた。ミッドで使った。なんだこの作戦は。あれでも A にコピーを排除。いるな。スパイクを設置。あー、ちょっと、やば。どうせやるよ。はい、聞こえるな、すごい。めっちゃジャンプしてる。な、なに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 、のぶちゃん、なに、怖い、あんなの、あんな動き怖い。のぶちゃん、同じ、あれですか、同じゲームの動きですか、あれ。のぶちゃん、なんだあの動き。ゲームの乱れは心の乱れ。乱れてました、完全に乱れてました。ミッドにしております。皆さん裏来てんのか。うわーっ、ずれ、お、強い。おお、政治の中に、政治の中に、はい、ドローン流せますよ。うわ、耐えたい。マジか。逆行きます？逆走ってもいいかもしれない。行こうか。行こう。行こう行こう行こう。ゴー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 。ネオンじゃないけど、ゴー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 。よいどん。で、ノブちゃんそっち行って。これこっち、こっちから回る。これもう行っちゃった方がいいですよね。行っちゃって、行っちゃって。離婚、行っちゃってよ。やんなんでいいですよね、もう。あと30秒。あ、来てる。B、ステージ B。危ない。軽いな。ナイスドローンです、これ。めちゃくちゃ。よいしょ。あっち行け。次はリコイルじゃん。この次、敵の終わった瞬間に。あ、ごめん。変なとこやってた。ナイスリコンです。大丈夫です。ナイスリコンです。時間稼ぎなんで、これも。ナイスー、はい、ナイスー、イエーイ、二人で取った。よし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 。はい。よし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 。狙いを定め、突入する。わかった？
リロード中。あ、ウェルウェルかね。ここからドローンで見ちゃう。気をつけて。怖い。上から下降りましたね、これ。あ、やめました。あ、そう。リコン、リコン行きます。ナイスリコン。あ、俺あれだ。危ね、危ね、変なことしてる。残り1名、はい、ありました。来ました。ここにいます、ここにいます。オッケー、ナイス、ナイス。ちなみに手越さんも KDA1 取ってます。おい、ドボーさんにこれを隠します。はい、ドローン回して大丈夫ですよ。この中に入って、はいはい、この中でドローン、ドローンを回せるんですよ。中でドローン回してこっちまでドローンです。ガンガン、はい。テコさん、足音聞こえます？あ、来てます。ネオ。オッケーです。ナイス。ナイス。戦略勝ちですね。あ、これあれだった。やば。あ、やば。来てます。あ、ごめんなさい。敵残り1名。B で大丈夫です。ナイスナイス、逆転、ナイス、逆転します。確かに弓矢は時代遅れさ。だがよ、めっちゃ来てる。あ、正常壁、ドローン行きます。あ、ここにフェニックス、ステージもいました。面白い壁、タイフ君、ありがとう、気づいてくれた。一回止まりましょう、これ。はい、いや、ごめんごめん、かーくそー、でも悔しい。ナイス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 。はもう永遠に A で勝てる可能性は大です。フェニックスがウルトで A 側走ってくると注意で。はい、了解です。お、これ来ますね。やっぱ危ない危ない、あー、ごめんなさい、後ろから、もうガンガン来てる、ガンガン来てる。やべえ、頑張った。うぅ、すごい、エイムすごい、本当に。あ、見てた、あ、ちょっと、マジカット、アタック側、おいナイスナイスよ。めっちゃいる。たくさんずれましたね。ドラクをプッシュ。プッシュ。あ、もうここに。あ、チ。あれ。ナイス。結構後ろ注意ですね。ああ、104カットしてます。ナイスー。なかなかエースが取れないです。敵は近い。気をつけろ。普通に敵倒してるの本当すごいですよ。強いですけど、ね、お坊さんのリーコンがめっちゃ刺さってます。やった、ナムちゃん、はい、やるよ、やろう、頑張ろう。あ、また映ってます、ほら。すごいうまいリーコンです。
あーくそ、あーめっちゃいましたね。B 走っちゃいましょうか。はい、ミッド倒して B 走っちゃいましょう。もしかしてネオンがもう早い。あ、一人早い。やべ、めっちゃ早い。B に敵を確認。めっちゃ落ちてます。そうだ、101カット、101カット。ナイス。危ない。雪だるまハンが来る。雪だるまハンが来る。左行きます。あー、二人とも。B でキャリアダウン。勝てる勝てる。お、ウルト切った。あかー。サバンナー。サバミンマン。全然。なんか。なんかナイストライとか言うのかと思ったら、サバンナだった。めっちゃ早かったですね、来るのは。早かった。あ、まさかの相場がいた、イエロー裏に。相場もいましたし、ネオンもここまで走っていきます、うん、これもう A ですね、うん、はい、これ敵の相場ウルトあるので、ノボウさんここ、はい、ここの上乗ってドローン出して、はいはいはい、当ててウルト出しちゃいましょう。分かりました。この上、このピンの箱の上乗ったら敵から撃たれない。はははあ、前来てる。 OK です。ナイスナイス。もう来てる。来た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 。この野郎、やっとこの野郎。あれ、ちょっと待って、この野郎。あ、ダメでした。すいません、急いで急いで行かない。わお、ナイス、ナイス。いいぞいいぞいいぞ。やるよ。はい。マッチポイント。ディア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 。何しても勝てますよ。やっぱ敵を倒しましょう。やっぱ A だな。中央に敵確認。全撃でも本当に毎回全撃しますね。めっちゃすごいですよ。からドローン来た。これ気をつけてください。あ、怖っ。ぶねー。きたー。やばいやばいやばい。来た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 。やばいやばい、逃げろ逃げろ。味方側が取ってますね。映画は殲滅しちゃいます。行きましょうか。殲滅しましょう。武器弱いんで倒してきちゃっていいですよ。あ、右にいます、敵。ここにいます。いやー、くそ。敵残り1名。ここにいます。うん、はい。あ、そこ来ます。あ、ごめんなさい、普通に負けます。はい。ナイスです。うわー、すごい。勝った。ナイスー。いやー、ちょっと1試合終えましたけども、はい、はい、いかがでしたか、武井さん。本当にゼロキルで終わったりするのは俺普通、ちょっと普通かなって思ってたんで、結構びっくりですね。10キルと12キル取ってるのは。12サポートもめちゃくちゃ良かったので。12普通に戦力普通にすごいですね。いや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 必死ですよ、ついてくのに。あとやっぱね、その強い少々アドバイスくれるからさ。はいはいはい、そうですね。ここを乗ってとかって、そうそう、導いてくれるから、はい、めちゃくちゃ分かりやすかったっすね、うん、ちょっとでもマウスで分かったのが、手越さん、お、はい、両方指浮かせてますね。え、浮かせながらエイムしてませんか。あの、あ、敵をエイムするときに、あ、してるかも。それちょっと良くないです。こうやってやってるかも。指を、指つけて、はい、ちゃんとクリックできるところに置いておいた方が安定します、はい、このサイドボタン僕結構入れてるんですけど、サイドボタンは、はい、触ってなくていいですか。
サイドボタンを触ってないで大丈夫です。あのサイドボタンの下の方をちゃんと掴んで、はいはいはい、やってサイドボタン、確かこうやってるかも。最初は多分使いにくいと思うんですけど、サイドボタン、はいはいはい、あの後々あのちゃんとエイムとかができるようになってきたら、勝手にサイドボタンとかも意識的に押したりすると思うので、はい、最初はマウスをしっかり握って、クリックもちゃんとすぐできるような形でやったらめちゃくちゃいいです。確かにこうやってやってる時あるかも。これつけておいた方がいいってことですね。つけた方がいいです。ああなるほど、確かこの一瞬で打つスピード変わるね。そうですね、打ち合いの時なんかゲーム運ぶ的にこうしたらもっと良くなるよみたいなのってありました？そうですね、あの信夫さんのリーコンで、はい、手越さんがもう少し A メインの前の方を行って敵を倒すっていう作業をしていたら、はあ、なんていうんですかね、その自信も敵をもっと倒せることによって自分自身にも本当に自信がつくので、はい、練習したらめちゃくちゃ強くなれるポイントかなと思います。敵を見つけて倒すっていうイメージでプレイしたらいけるかなと思います。なるほど、確かにここのコンビネーション意識して離婚打ったことあんまなかったですね。なんか、うん、なんか打つって知らせるためだけに打ってたんですけど、離婚ってなんかその敵を倒すために打つっていうのもありかもありです。なるほど、なるほど、レイナ使いに向けて一言じゃないですけど、あ、教えてほしい、はい、敵の意表をついて敵を倒して引いてっていうのの繰り返しなので、はい、あと最近はそのフラッシュがすごく強くなって、まあ、手越さんピストルランド買ったと思うんですけど、はい、ピストルランドをさっきあのデバウアだけでいいって言ったんですけど、確実に1キル取れるのはそのフラッシュの方だと思います。あー、リーヤの方ですね。ですね、はいはいはい、フラッシュをちゃんと使うのと、ちゃんと手をついて敵を倒す、そこになんでそこにいるのっていうポジションに行けるのがレイナの唯一の特徴でもあるので、デュエリストの、はい、フラッシュの入れ方とか大丈夫でした？フラッシュの入れ方はそうですね、できるだけ上に、距離近い敵は下にっていうイメージですね。狭いところが下で広いところが上でっていう形でやれば大丈夫です。はい、ちょっとまた練習したくなりますね。したくなるよ、なこのアドバイス聞くとね、めちゃくちゃ楽しいよ本当に。またこの一緒にプレイした後の一言とかもやっぱ全然、ね、い違いますね、モチベになるよマジで、いや楽しかったですね。いや最高だった。上達する練習方法だったりとか、そのピストルでまず5分やって、その5分やった後5分やって、そのエイム方法が一番いいと思います。あ、なるほど。どうですかこの練習方法。いや、いい。